エマステビンスは、アメリカ合衆国の彫刻家である。ニューヨーク、セントラルパークの、ベテスダの泉の像、エンジェル・オブ・ザ・ウォーターズをデザインしたことで知られている。ニューヨークの裕福な銀行家の家の9人兄弟の6番目の、子供に生まれた。兄に、ニューヨークの証券取引所の所長を務め、後に、会員議員になる、ヘンリー・ジー・ステビンスがいる。美術の才能を示し、 はじめ画家として働き、肖像画などを描き、1842年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員の候補になり、1847年にペンシルベニア美術アカデミーの展覧会に作品を出展した。1857年に兄が支援してローマに留学した。ローマでは1852年からアメリカ人女性、ハリエット・ホズマーが彫刻を学んでいた。 ステビンスもウェールズ出身の彫刻家、ジョン・ギブソンとアメリカ出身の彫刻家、ベンジャミン・ポール・エーカーズから彫刻を学び、元女優のシャーロット・クッシュマンと親しくなった。今ステビンスは、クッシュマンの胸像を制作し、クッシュマンとナポリを旅した。1869年に、クッシュマンがガンにかかると、亡くなるまでの2年間ステビンスは、クッシュマンの世話をして、没後、 電気を執筆した。彫刻家としてのステヴィンスの作品として最も知られているのはニューヨークセントラルパークの噴水ベテスダの泉の彫像で、噴水の工事は南北戦争中の1861年から始まり、1867年頃彫像は鋳造され、1873年に噴水全体は完成した。兄のヘンリー・ジステビンスが セントラルパークの委員会の委員であったため、縁故主義の批判を受けることになったが、エマステピンスは、ニューヨークの公共的な仕事を委託された、最初の女性アーティストになった。ありがとうございます。